河野太郎さんついに本性を表す。ガチの反日発言。河野太郎氏が中国で起きた日本学校男子の事件にコメントを発表した。しかし、発言が中国に寄りすぎだとして話題になっているのが現状。ガチの反日発言。河野太郎氏のコメント。G7、欧米も含め在留外国人の安全確保。 説明責任を国際社会が求める動きを作るべき。しかし、外から見ている人は過激なことを言いますけど、それが正しいとは限りませんよ。ガチの反日発言。河野太郎氏のコメント。申し入れというのは、きっちりやらないといけない。外向けにわーわー言って言ってるぞ感を出せばいい、ということではないと申し上げたいと思う。 日本をに売売り渡した売国止め。はい河野太郎君は国会議員失格ですよ河野みたいに甘ったるいことばかり言ってるからなめられる考えろよな河野家と中国の金の流れを明確してくれ一家全員そろって進駐してるからな